皆さん、毎度毎度。今日はコメント返しだね。あ、山先生ね。山仏先生ね。ね、セニング使わないイコールうまいみたいな人、違うんだよね。セニング使わない、セニングのことがわからない、セニングのことを知らない、セニングが使えない下手な人、本当にね、何回も言うけど、1を知って2を知らない。あー、まあ本当に1を知って2を知らない。まあ素直にね、セニングの使い方わかりませんって言いのにね。と動画聞いたけどね、ちょっと声が小さいのか、こっちの耳が悪いのかね、おっさんだからね。なんかもぞ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 喋ってるけど、なんか 30% がどったらこったら言ってるけど、そんなの使ってっから上手くなんねんだよ。だけどね、売れてるものには意味があるっつうの。デジタルパーマとかね、科学的にあんなものはね、否定したいんだよ。だけどお客様が支持して商売的にね、成り立ってっからね、否定することはできないよね。デジタルパーマどんなにダメだっつってもね、このエアーウェーブね、エアーウェーブとクリープパーマに関してはね、お客様もね、そんな指示してないよね。あれは完全にね、科学的にね、大したことないと。ちょっと2液の付け方が知らない美容師さんが、エアーウェーブだのクリープパーマやってね、これいいやっつんでね、これは素晴らしい技術だと勘違いしてしまう。これはちょっと科学的に間違えてるかなと思うんだけどね、否定したいんだよね。エアウェーブなんかね、機械売りたくてメーカーがさ、作っただけでね、儲けたい、機械売って儲けたいのになんか機械作んなきゃダメだから無理やり作ったっていう感じ。あんなもんなね、エアウェーブに関してはね、申し訳ないけどね。あと蒸気だね、加圧水蒸気だ、減ったくるだっつってるよ、あの機械もね、もうエセ科学の頂点と言えるようなね、高額商品だね。ああいうのはやっぱり騙されちゃいけないって否定していいんじゃないかなと思うんだけどね。まあ、実際ね、セニングを使わない、今日のこのお客様もセニング使わないかな。あとおばちゃんパーもあるじゃないショートも、あれもセニング使わないね。まあ、使っても襟足の方だけとかね。確かにね、セニングを使ってはいけないカットっていうのはあるよね。でもセニングを使わなきゃいけないカットもあるからね。だからああいうセニングを使わないにこだわってセニングをバカにするよっていうの、あれはあれでさ、炎上商法でなんか再生数稼いで、稼いでんのかね、こいつまたこんな余体言ってらってんでね。ほんで、ああだこうだってね。だけどああいう人にね、入れ知恵しない方がいいよね。ホットグッズの、もう一生セニング使わないで結構と。セニングなんかね、使わなくたってね、年齢とともにね、おばさんカットってのが増えてくればね、セニングをおのずと使わなくても大丈夫な仕事がで OK になるから、まあ、ほっときゃいいんじゃないかと。まあセニングを使わないでね、偉そうに言ってっからね、まあみんなに吊るし上げられるんじゃないかな。まあそれでそれでね、みんなが楽しめば OK だよね。はい、お疲れ様でした。